ちょっと那覇の方のお天気が怪しくなっておりますが、帰りましょう。だいぶ太陽が傾いてまいりました。三四港へ戻ってまいりました。到着。
さあ、締めに韓国風お好み焼きなんとかというやつを食べてみましょう。これも冷凍もんです。もうぬくめるだけです。それではいただきましょう。ニラが多いかな。ちょっとお好み焼きとは違うな。ちょっとビールが冷えるはずです。すでに気温が0度になりました。クーラーボックスに入れていたより外のうちほどいておいたビールの方が冷たいです。現在雑炊と、カニ玉風卵焼きを作っております。ではいただきます。まずは雑炊から。レンコン、昨日食べれなかったレンコン、いっぱいいるのか。さあ、だんだん、茶色くなってまいりましたが、コーヒーの香りがほとんどしません。風でみんな匂いが吹き飛んでおります。さあ、出来上がりましたので行ってみましょう。
さあそれでは中岡慎太郎先生の、中岡慎太郎館に行きたいと思います。それでは出発です。だいぶ暖かくなってまいりました。風は昨日と思ったら半分ぐらいになりましたので、もうすでに暖かいです。正面に見えるのが温泉施設です。